の女神へレッツゴーインニューヨーク編。皆さんこんにちは。今日はニューヨークの自由の女神へ行きたいと思います。このね、先にあるちっちゃく映ってるんですけど、そこまでフェリーで行きたいと思います。自由の女神はニューヨークハーバーのニューヨークとニュージャージーのちょうど間に位置するため、自由の女神の行き方はどっちからも行けるんですけど、私たちは旅行客の多くが利用するフェリー乗り場のニューヨークのバッテリーパークの乗り場から乗ってみました。おお、わお、わお、わお、あー、船揺れてます。よいしょ。よし、船に乗りました。で、ここちょっと早送りしちゃいたいと思うんですけど、ニューヨークの自由の女神はアメリカ合衆国の独立100周年を記念してフランスから贈呈されたものなんです。みんな知っていましたか？私調べて知ったっていう感じだったんですけどそうもこうもしている間に着きました。スタチュオブリバティー、イエイ。結構上陸するチケットではなかったので船から見ていて、割とちょっと遠目だったかなっていう印象はありました。もし自由の女神の冠まで行きたいっていうのであれば、そういうチケットもあるので、ぜひチェックしてもらえたらと思います。で、このツアーなんですけど、ブルックリンブリッジも通るツアーだったので、この左側に見える橋、ブルックリンブリッジです。大晦日だとブルックリンブリッジから新年の花火が上がるみたいなので、花火が上がる自由の女神を見て新年を迎えるっていうのも一つ素敵なんじゃないかなと思います。あ、そうそう、この写真とかで結構ニューヨークの街のビルがすごく綺麗に写っていて、空と海の景色がビルに反映されててすごく綺麗でした。そこもなんかフェリー乗って見どころなんじゃないかなと思います。やっぱり天気のいい日に行きたいなっていう感じですね。雨とか曇りの日だとちょっと写真とかもいまいちかなと思うんですけど、あ、そう、これね、ドアを開けようとしたんですけど、なんか窓開かなくて、私たち船酔いとあと寒さで、この時3月だったんですけど、もうフラフラだったので、後ろの外国人の方が一生懸命開けてくれたんですけど、結局開かずみたいなそんな感じで外国の方とも船の中で仲良くなって、一緒に写真撮ったり、そんなすごく人と人との触れ合いが楽しい旅になりました。ぜひ行ってみてください。それでは Have a nice dream!